して3台分って書いてあります。8000万円くらい。そうですね、こういう感じ入れます。水をなんかかけながら削ってるんですよ、ね、そうですね、鉄の塊を今、はい、削ってる。そのこういうもので作りたいっていうデータがインプットされて、そうですね、あとは全て自動で、自動で、まあ、今回 の、 あのアイアンの場合だと11キロの鉄の塊から 300g 削り出すので20時間ぐらいずっとこの機械が動きっぱなしっていうのが1個。なんで これがこうなるのに20時間。そうです、そうです。じゃあ実際そのアイアンを見せてもらいます。これ名前は何て言うんですか。上ブランド名ムクという名前です。お、はい、触っちゃっていいですか。全然もちろん触ってください。ボール打つものですからこんな感じ。はい、こんな感じになっています。こう削っている跡が見えますね、この縦に入っている。こういうなんか線の入れ方とかも結構こだわったりしたんですか。本当に設計をしてくれた方たちはですね、はい、もちろん、少しでも早く時間かからない削る方法を考えるノウハウももちろんあるんですけど、はい、いかにやっぱりクラブとしてその削ってる目がプレイヤーの邪魔をしないかまで考えていろんなテストをした上で今この形の削り方、見せ方になってます。形から最初お聞きしたいんですけれども、はい、結構キャビティかつなんかこうちょっと上級者っぽい雰囲気もあるじゃないですか、はい、この形を選んだ理由っていうのは、まず削り出しで、作るにあたって、はい、最初からちょっと特徴のありすぎるものを作ると削り出しの、良さも悪さもなかなか感じられないのかなって僕は感じておって、最初はやはり、もしかしたら少し、特別な簡単なモデルではないのかもしれませんけど、うん、やはりシンプルなものをまず作ってみたいっていう中で、このデザインにしました。すごいですね、このスクリューになっているところ。このデザインは、はい、同時五軸でしかできないデザインなので削り出すのか、はい、まあ、同時五軸を使って削るのを表現するデザインなんですね。まあ機能的には大きな要素はきっとないと思います。そうなんですか、はい、でもさっき僕握らせてもらった時にこう持った時にやっぱりプレッシャーが目線がこっちに少し寄るから、うん、ヘッドがこうそのトーダウンしない感じがしてこう体で振る感じってすごいなんか感じましたけど、フルビルドだからできたことって何なんですか。まあ、一番できたことっていうのは当然精度ですし、はい、あと設計の段階で内部の重心位置が全て設計ができるってことですね。このクラブ6本今設計したものは、はい、重心距離というのが、はい、ここもそうですね、ネックからの距離というのが、はい、ほとんど全部同じ数値に出来上がっています。なのでどの番手でもフェースローテーションの違いというのは感じにくくできていると思いますし、はい、それ以外にも5番からピッチングに行くにあたって、はい、重心振動とかも全部きちっと きれいにフローさせて、うん、1本の線上に重心が並んでるってことが CAD だから設計できてることですし、うんうんうん、で逆にそれをほぼ 100% 再現できてるのはやっぱ機械からだからだと思いますね。たまたまゴルフ練習場がたまたまあったそうです。素敵な音ですね。じゃあプレイヤーによってですね、いい球です、うん、まあ、あれはほぼパーフェクト。本当にしっかり打感が伝わってくるっていうのが、はい、割と皆さんから聞いただける意見なので、はい、ここの溝とかもそれで削った。そうです、もちろん全部刃物で。ですよね。そうです、そうです。で、まあ、
天然精度っていうのは当然機械で削れば当たり前に出ますので、はい、あの普通の研磨のクラブとはそういうところはもちろん違いますよね。ありがとうございました、なんか僕が全部わかるわけではないですけれども、まあ、なんかすごそうだなって雰囲気がありました。で、このアイアンなんですけども、まあ、値段も高いとは聞いてたんですけれども、その前にその買い方っていうのがもう完全オーダーメイドで一個一個、あれ20時間かけて一個一個作っていくってことなんですよね。そうです、そうです。まず同じ形状の7番で、はい、素材の違うものっていうのを売ってもらう。素材、素材、素材1個じゃないんですか？違いますね。やっぱり打感、その感じ方とか、はい、求めるものっていうのは人それぞれ違いますので、はい、1種類じゃなくて、はい、今考えているのは3種類。いずれいい素材が見つかっていけばもちろんもう少し増えていく可能性はあると思うんですね。オーダーいただいてから機械で作っていくものなので、はい、逆にそれが可能で、まずは素材を変えるというのが一個大きな、選んでいただけるというのが一個大きな要素かなと思いますね、はい、本当に何でしょうね、メッキを少し種類をこう見せ方ですけど、はい、変えたりしながらとか、あとは協力会社さんのいわゆる技術を使って、うん、クラブに少し、色をつけるというか装飾ですよね、うん、見せ方もちょっと変えられるようなところをオーダーしてもらいながら、うんうん、本当にこれ本当にこだわってズレのないものを欲しいっていう方ってことですね。わ、うん、かりました。じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。